ドリームチェイサーです。今回はこちら、映画妖怪ウォッチ、エンマ大王と5つの物語だにゃん、シールコレクション。こちら、まだノーマルコンプリートできてなかったので、もう一つ買ってきました。表紙、コマカーちゃんのものを買ってきてしまったんですが、コマカーちゃん、もうすでにゲットしてましたね。しくじっちゃいました。ただ、ここにあるっていうことは、中には絶対に入っていないので、中に入っているものは他のものと信じて開けていきたいと思います。今まででホロメダルだとこんな感じで出てきてますね。そしてノーマル、ちょこちょこと空きが目立ちますね。こういうとことか、こういうとこ。予想はして開けてはいたんですが、ここはないか。60枚ですね。さて、中はどんな感じで出てきてくれるでしょうか。ちゃんと埋まればいいなと思います。では早速、どんどん開けていきましょう。20個付きのプラス2個にシール1枚くっついてる感じですね。さて、今回はどうでしょうね。上から順々に開けていきます。では、1個目いきます。1個目は何かな？じゃん！あ、エミちゃんと赤丸。二つ目は何かな？せーの。じゃん！あ、名付け妖怪。これは出てきたことありますね。三つ目は何かな？せーの。じゃん！あ、コマさんが出てきました。これは持ってなかったはず。持ってないですね。やったー！この、続きになるナンバー3のコマさんが出てきました。これは嬉しい。4つ目、これはもしかしてノーマル揃うかな。4つ目はじゃん、当たりの紙と一緒にコマさんフラフラとしてますね。これは確か持ってたと思いますが出てきました。お店ではね、当たりが出るともう1枚引けるようになってますね。では5つ目いきます。せーの。あ、厚め？ああ、そうでもなかった。引きこもりがポチポチしてるところですね。携帯いじってます。では、6個目いきます。6枚目は何かな？じゃん！あ、コマジローが注文してくれてたバズーカですね。はい。7つ目。じゃん！あ、巨大サンタが出てきました。巨大サンタ、いたかな？いるはいるんですけど、このバージョンじゃなかったかな？あ、同じでした。同じのありましたね。巨大サンタ、出てきました。では、7つ目じゃない。8個目。8個目です。8枚目です。すいません。はい、いきます。8枚目は、せーので、じゃん！あ、ケータとケイゾウ、これも持ってますね。まあ、ほとんど被りであることは間違いないんですが、新しいのも出てきてほしい。9枚目、いきます。9枚目は何でしょうか？あ、ウサピョン、ベイダーモード。これもありますね。さて、10個目。10個目は何でしょうか？犬マロ！犬マロは持ってたはず。犬マロの、ありましたね。あ、これもしかして外れかな？この中には入ってないかな？この、犬マロ、デロンの方ですね。が欲しいなと思ってたんですが、ここで来てしまったということは出てこないかな？その時はまた買ってきます。はい、11個目。11個目は何でしょう？あ、コマさん歌ってますね。かわいいコマさんが出てきました。さて、12個目いきます。じゃじゃん！コマサブロー、これもいますね。かわいい。13個目は何でしょう？出てこない。出てこない。じゃじゃん！ぬらりひょんが出てきました。ぬらりひょんです。ぬらねいらの方が欲しいな。14つ目。
14つ目には、当たりのカードと一緒に、じゃじゃん。エンマ大王人間バージョン持ってる、こちらが出てきました。はい、15。15個目は何でしょう ?15 個目は、せーので、じゃん。ウサピョンエンペラーモードが出てきました。16個目は何かな、じゃん、猫キヨペロンが出てきたので、これはちょっとかぶりですね。はい、17個目は何かな、あ、フユニャンが出てきました。フユニャン、これ持ってない、持ってないかも。25、あ、いた、いましたね、いました。残念、いたバージョンのフユニャンでした。はい、18個目は何でしょう、じゃん、あ、これは稲穂とウサピョン、これも持ってますね。19個目は何かな、あ、フユニャンだ、フユニャンが来ました。これは持ってないですね。まあ、ホロのシールはこの一つにつき表紙も合わせて3つしかないので、今回はコマさんのワイハーバージョンとフユニャンでしたね。では20個目いきます。せーの、じゃん、インストラクター妖怪はいた気がする。そして残り2枚になっちゃいました。21個目はじゃん、ジバニャン、ほっぺがちょっと赤くなってるジバニャンです。可愛いですね。そして最後の1個は何でしょうか、じゃじゃん、引きこもりの高級車と一緒のバージョンですね。これも持ってますね。ではちょっと中に入れて、かぶっているもの、かぶっていないものを調べてみたいと思います。一通り見てみたんですけれども、やっぱりノーマルは全部かぶりでしたね。ホロのシールのコマさんと、こちらのフユニャンのみ新しい追加シールとなりました。ちょっと悔しいので、今度は表紙、欲しいものを選びつつまた買ってこようと思います。というわけで、今回は妖怪ウォッチエンマ大王と5つの物語だにゃんシールコレクションを紹介しました。次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。